はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回もブレインマッスル高校サクチャレやっていきたいと思います。で、今回は投手ですね。で、投手は散々無理だって言ってたんですけれども、なんとね、お姉ちゃんを手に入れることができました。ブログとツイッターの方でね、アップさせていただいたんですけれども、PR チケットから、SR のね、お姉ちゃんをゲットできて、マジ超嬉しいですね。で、時系列的にはちょっと前後しちゃったんですけど、先にもうテンションが上がりすぎて、ブログの方をお姉ちゃん当たったぜって公開してから、ブレインマッスルの内野手の動画を公開して、で、今この動画を撮ってるっていうところなんですけども、実際は、ブレインマッスル野手をやって終わった後にちょっと PR チケットでも引くかなって思ってやったらお姉ちゃんが出たっていう、まあそういう時系列なんですけど、公開順はねちょっと逆になっちゃいましたと。マジでテンション上がったんで。で、デッキの編成としてはこんな感じですね。ルナちゃんとお姉ちゃん、2人とも入れることができましたと。で、本当に欲を言うならば、まあ嵐丸をね、神楽坂くんのフラゴとかにできれば、まあ、ベストの状態だったんですけれども、まあ、俺は暗黒嵐丸も、プラゴになってるんで、全然点数の方はいくと思います、うまくいけばね。じゃあこれでちょっと投手やってみましょう。で、神高くんのドクター K はねもう切ります。2回目でもう体力イーターなんでね。で、特にもうドクター K とかそういうのもいらないんで、もう神高くんには早々に退場してもらいましょう。前イベがね、今回4人いるっていうのもあるので、まあ、神高くんがね、まあ、不確定っていうところと、体力をね、相当奪っていくっていうところさえ目をつぶればね、まあ、相当強いキャラではあるんですけど、まあ、確かにこれでね、体力も減らないで、ドクター K も確定だって言ったら、相当の強キャラに変身しちゃうんで、まあ、バランスを取ってるっていうところなんでしょうかね。で、自分はね、カオルちゃんもプラゴっていうところがかなりでかいですね。で、ルナちゃんに関してはそうだね、評価は上げていきたいんだよね。で、今回、お守りが必要ないんでパワードリンクを持ってきてます。そこもね、いいところだよね。本当に体力がねーっていう時に練習ができるっていうのはすごい強みだと思います。暗黒嵐丸もね、経験点くれるからね。いや、ちょっと投手楽しみになってきたね。散々最初は無理だってね言ってたんだけど、そういうキャラに好かれてんのかね。堀杉くんもめちゃくちゃレベル高いじゃないですか。 PSR プラス4で、今回そこに来てね、お姉ちゃんなんで、いや俺はその気は全くないですよ、俺はその気は全くないけどみたいな。14% か、 14% お姉ちゃんの評価を上げるとしてどうするかね。攻めもね、やっぱりサクチャレに関してはありだと思うんですよね。やっちゃおう。よしよしよし。コツが来るってことはね、評価もね一緒に上がってくるんで。で、今回監督もいたのでちょっと攻めてみました。次はね、もうさすがにちょっとメンタル、神高プラス誰かいたらちょっとメンタルやったけど、これはもうさすがに無理よ。寝よう。あとルナちゃんのね、その告白のタイミングがいまいち分かんないんだよな。なんかこの前使わせてもらった時には一応3で告白してきたじゃないですか。告白してきたわけじゃないんだけど、告白イベントが起こったじゃないですか。だから3になれば行くのか、それとももうちょっと必要なのかっていうところがちょっと分からないですね。あと前襟がねどうしても重いんで、ここは会話を続けるか、まあ、告白イベントがクリスマス前に起こってくれればいいんですけど、4人いるからね、4人で乾電池をゲットと、ひらめきは発動してますね。お、リリースとかも発動してんだ、これはいいね。変化球いや、まあ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 、まだ全然ね評価がたまってないんで、嵐丸監督もいるね。嵐丸はなんだっけ、対強打者伸びとかだったっけ。お姉ちゃんのイベントばっかり
これはちょっと待ってね、ごめん。お姉ちゃん、全然使ったことないんで、ちょっと確認します。おね、おね、おね、おねと。おねの通常イベントだよね。おねの通常イベント。一番上はちょっとね、体力が減っちゃうのか、ポイントはね、54ポイントくらいもらえるんですけれども、真ん中だとね、切れ骨が手に入る可能性がある。可能性がある。ランダムなんで。下だな。骨の評価を上げつつ、ポイントもらいましょう。40ポイントはもらえるのかな？離せ、テオ。まあ、引き寄せたのは俺だけどさ。和太鼓演舞。リリースの方ではないか。これは大変だったね。いいねいいね、経験点くれるね。前村、前村がね、ポーカーフェイスか。ポーカーフェイスは敏捷ポイントあるんで潰しておきましょう。緩急もいけるね。スタミナと、まあ、スタミナがね、ちょっと経験点が手に入るタイプの練習じゃないんで。カーリング、これか。リリースはよし、これでリリースも掴んじゃいましょう。お、来た来た来た。やっぱ3つあれば来るのか。楽だね、それだと。俺が出す5億か。でもさ、5億か、ルナちゃんって言ったらさ、5億でしょ。まあ申し訳ないけど、5億の価値あるかっていう。まあ価値はね、人それぞれですよ。人それぞれだから、まあ別に何とも言えないけど、俺は5億だね。5億あったら5億取るよ。いや、5億ないんだけど今。プロ野球選手になって、いや、プロ野球選手になって何十億も稼げるっていう話になればさ、まあ5億ポーンと出す数字か。わかんないけど、今現在まだ高校生だから、そもそも5億出せないしね。それで5億って言ってるからな。これどうしようかな、変化球にしようか。変化球キャラがいないからね。まあ、いないって言っても変わるからいいんだけど。やっぱ評価だね。あとは評価、評価、どんどん評価上げてこう。コントロール、とりあえず懸念案件であったルナちゃんの告白は来てるんで、ジャイロボール、いや普通にも作りたいよね。これでハイスピンジャイロが前村からもらえるじゃん。だとルナちゃんからのジャイロボールが生きると。これは神高にするか。でさらにね、クイックも取れるんで、まあルナちゃんは別にね、クイックっていうか走者釘付けじゃないといけないってわけじゃないけど、まあ、対ね、パワチャレ用だと、パワチャレってか、パワちゃんか。あの、チャンピオンシップの方ね。走者釘付けはめちゃくちゃ有効ですからね。俺は、わー、4人いるのか。4人いるんだけど、今揃ってもしょうがないんで、デートをしましょう。で、ルナちゃんは全然体力を回復してくれるキャラじゃないので、もうちょっと微妙な練習だったら、どんどんデートを進めていっちゃいましょう。ただ経験点がくれるキャラではあるんで、それはいいですね。阿波踊りで、あと問題はね、試合なんだよね、やっぱり。どうしようかな。これももうどん、あ、スタミナに神高がいるか。スタミナじゃねえや、メンタルに神高がいるか。一人だったらな。いや、もうどんどんデートしちゃおう。あれ、これってルナちゃんの評価とか上がっていくんだっけ、デートで。こいつらはな、ユニフォームで来てるからな。おお、ここで体力回復は終わりですね。 VR ゴーグル、これはちょっとさすがにめんどくさいんで、矢部くんに譲りましょう。
北風と太陽、あ、これどんなイベントだったっけ、これもすいませんちょっと見ます。太陽じゃなくて北風、え、どっちだっけ、太陽の方がいいんだっけ。あ、そっか、ルナちゃんは今俺あのパワープロアプリの方見てるんで、サクスペでルナちゃんと、これで出てくるかな。北風は評価が下がるのか、まあ、経験点的にはそんなに大きく変わるわけじゃないから太陽にしとこう。精神ポイントはね結構使うんで投手は。OKOK、ここは神高嵐丸が上げられると、他はルナちゃん以外は大丈夫だね。監督評価も上がるし、今回わりかし監督がいっぱいいるね。ここでやる気が下がるか。カモンマッスルどうする、やるあ、これいつも言っちゃうね、やるとかやらないとかないんだったあ、最大値が上がるんだっけ。ちょっと電池をね無駄にできないからね。ただ投手はカチューンのコツか、やっとくか。誰か一人メンタルになればいいんでしょ。ほい、来た。さてさて、わりかし乗ってきた。あ、カオルちゃんがまだか。お姉ちゃんの筋トレこれで終わったんじゃないか、もしかして。さよならホームラン。俺ピッチャーなんだけどなおー、いいね、経験値くれるね。500度参り、まあ、勝ち運はねあれば試合にも勝ちやすくはなるので。メンタルにいない。どうしようかな、1周2周3周もうずっとデートしちゃう、で4周のクリスマスで回復してみたいな。あ、勝利の星もいけんのか、安っ勝ち運取れるんだったらいいね。ブレインマッスルでのお姉ちゃんいいね。てかね、勝利の星っていうのがいいよね、本当に。最強の、いや最強かどうかって言われたらあれだけど最強の金徳だよ本当に。実用性バッチリ、軽いし。あれ、これって変化球がねえ、そういえばそういうイベントだったなんてこった、せめてフォークでも覚えとけばよかったな。いや俺は何に対しても直球勝負、全力投球、直球よ。これさ、ちなみにさ、ルナちゃんにさデッドボールとかやったらどうなんだろうねこれはファールだった、ファールだったね。振れ振れ、振らないか。ルナちゃんってムード丸なんだ。うわー、おお、ラッキーよしよしよし、すげー経験値手に入る。でここもバント封じを取りましょう。で2周、これもなどうなんだろうね。変化球あたりが来てくれるといいんだけど、スタミナとかだとちょっと悲しいよな、スタミナまあそんなもんだよね。メンタル嵐丸か、これやろう。別に今強行してドリンクを飲む場面でもないし。スカウトさん10ポイントください。くれなかった。とりあえず CD を、クリスマスプレゼントに CD をあげよう。ちょっと早いけどこれクリスマスプレゼント一般的なジャイロにしましょう。で、コツが来てますねと。あ、カオルちゃんがまだか。神高は低めと奪三振、低めとか直取りしてもいいんじゃないか。技術どうしようか、まあ一応置いとくか。あ、そうか、あとスライダーのコツっていうのもあったね。
そしたらスライダーを上げていくか。練習、まあ、全然いいです。お、早い。打たれてしまった。経験点が。もうルナちゃんとか忘れたな内容。いや、そうか、ヤンスヤンスレボリューションか。いいね、体力は回復してくれる。あ、ここでも緩急くれるんだ。まあ別にいいけど。カオルちゃんも大丈夫ということは、ルナちゃんまだなの？マジですかい。ルナちゃんやっとくか。じゃあ、あれルナちゃんってなんか潰さないといけないのあったっけ。緩急はもう取ってあるでしょ。あとはジャイロボールとか打球反応ね、まあ、打球反応そうだね、臨床的に取れないよね、多分取れないね。しょうがない、ここはちょっとまだ年内なんで評価を上げていきましょう。これはそうするとデートで評価上がってないね。打球反応、野球が上手くなりたい。37くれるね。あ、これ大吉になった時にあんまりくれないんだっけ。ここでいっぱいくれるけど、それはそれで安定していいよね。3人か、これやりたいね。3人はちょっとやりたいね。16個か。まあまあまあ、とりあえずコントロールになりました。ポーカーフェイスとかはもういらないんで、コントロールきました。レンジャー部隊、なんかやりてえなレンジャー部隊。あとは嵐丸、あと1人っていうところがね、やっぱり。うわー、人間ドックスタミナ、これで40は手に入るのか。3タックはね、でもやっぱりね、でかいんだよな。嵐丸やる気効果アップあるからな。嵐丸揃えるか。嵐丸揃えよう、揃えようって言って揃わない可能性がある。変化球、メンタル、頭も無理だ。いや、嵐丸マジか。あ、来た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 。とりあえずレンジャー部隊も来たし、けん玉も来てるし、うん、いいでしょう。50から85になってるからね、あの技術ポイントが。やっぱりすげえな。レンジャー特訓、その代わりその代わりよ。だいぶ使い果たしてしまったからな。眉村 5%、 まあ行こう。コツをくれてもいいし、経験点でもいいし。変化球か、よしよしよし。でけん玉と、あとは打球反応的なあれね。あ、これはカオルちゃんここにいるからやろう。勝ち運は取ったよね。カオルちゃんをちょっと、確認していきましょう。勝ち運緩急、根性か。根性もね、結構精神使うから、まあ、3で掴んでおきたい。よし、根性骨。あー、これか、多分これがなんかあるんだよね。ただ体力は使いたくない、時間も取りたくない。頑張りすぎ、これは減るんだよね。1月の4週か。スタミナ、ワンタックでスタミナこんだけ手に入るの、すごくね。できないけどさ、まあ、3人だから、まあ、無理くりやるってわけでもないんで、デートしよう。もうどんどんデートを進めていこう。ちなみに俺変化球まだ覚えてないよね。フォーク覚えよう、やっぱり。いや、試合が不安だな、マジで。あ、ルナちゃん評価上がった。で、2月の1週でしょ。おい、お前、お前、マジさ、パワープロあるあるだよね。いや、でももうこれは経験点に走りますよ。そりゃ経験点に走りますよ。いやー、マジかこいつ。いや、ポーク上げてこう。5は欲しい。三振をちょっと切っていきたいからね。い
や、マジですかい。取っちゃおう、タイピンも。打球反応も取れる。でもなんかテンション上がるんだか下がるんだか。いや、下がるだろ、これは。ってなるもん。メンタルに人もいないんで、お出かけしてデートをしましょう。まったくもう。これは何回目？ 4 回目とかだっけ？もう5回目やっけ？あ、もう5回目だね。これどうしよっか。まあ、クイックって言ってもね、あれだしね。まあ、普通に行きましょう。普通に変幻自在で。普通に練習しよう。ビーチバレー。打球反応とか手に入るんだ。さあ、バレンタイン、これ回復するんだっけ。あ、するね、するね、めちゃくちゃ回復するわ。よし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 。あ、強い。そう、ルナちゃん、そう、強いんだ。変化球プラス嵐丸くん。あー、敏将30が手に入るのか。嵐丸、あー、どうしようかな。嵐丸はでも変えよう変えよう。これでまあ他の人が守備になればいいっちゃいいし。守備でしょ。変化球のスタミナと。よし、これでいこう。ダブルタック。いや、これは普通に作成もやりたいね。ブレインマッスルでお姉ちゃん、ルナちゃん、眉村入れてやっていこう。まあ、今は作チャレ中だから落ち着いたらだけど、スタミナ3人か。スタミナ3人もね、結構いいと思うんだよね。わりかし早めに揃ってくれれば。この2人か。なんかロッククライミングとか揃ってるけど、まあいいや。ちょ待って、ただ消耗する形になるぞ。神高 OK、 スタンバイ OK。 ルナちゃん、ルナちゃん、よくわかんないけどルナちゃん変えよう。ルナちゃん、やばい、ここでめちゃくちゃ消耗する。スタミナごときで消耗するか。どうする、6個残しとこう。もったいないけど。もったいないけどしょうがないよね、もうこれは。なんとなくスタミナ上げとこう。 D で、打たれ強さはちょっと神高くんからもらってから取りたいよね。牽制がいけるか。変幻自在もいけるでしょ。投手はあれになっちゃうから、低めは取っちゃおう。重い球も取っちゃおう。ハイスピンジャイロはちょっとジャイロボールがないと厳しいでしょ。金バント封じも取っちゃおう。全然1でいいわ。手応えも取っちゃおう。そんな変化球いっぱい上げる必要ないからね。先制ストライクも結構軽いね。内角も軽いね。あと野手で取れるやつか。ラッシュで取れるやつってあんの？敏将が全然ないからね。代打とか。代打とかいいんじゃないか。あとは体当たりもいいね。満塁男も悪くないんじゃん。満塁男ちょっとまあいいや、置いとこう。でこれキュイーンと4人タックとかだったらね、まあ無理やり揃えるんですけど。いいね、ポイントをくれるね。そうか、試合か。俺はリリーフか。天才の力見せてやる。フォークが5あるからね、リリーフとしては全然いいでしょう。で、あと変化球はもう2種類でいいよ、2種類で。さて、試合をやっていきますか。じゃあ、あと大事なのは試合だね、本当に。さて、ノーアウトっていうの本当やめてほしいんだよね。打たれた、ファール。ボールで振ってくれるのが一番いいんだけどな。
うわ、危ない危ない危ない。誰今うちのセカンドって誰なの。能見さんってどこ守ってんの。内野であることは確かだけど、セカンド。うわ点を入れられた。しょうがないよね本当に。でもこういうのは評価が上がってくれればいいよ。ここはしょうがない。だと勝ったし。おお電池10個。あこれどうしようかな。言ってあげなよだっけ体力回復するやつ。よし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 。でで2人。コツありか、ま、チョロ回し押してなんか発動するか。急速にタックが来ればまあそれでいいかな。うん来たね。まあいいやこれでいこう。真由村くん、練習いいねいいね。これでロッククライミングで2人か。あーここもダブルできてんね。7100100 2人で 100? スタミナ練習がマジかすっげえな。さすがだなこの精神ペア、尋常じゃない。やろうとりあえず。普通にスカウトさんこれでさらにポイントくれればめちゃでかいよね。え清水さんいつ見てもすごい体力だって。女の子にそれ言うそれ褒め言葉なの。カルちゃん喜んでるけどさ、いや女心は分からんわマジで。まだひらめきが来てるか。あスタミナ3人、まあ、ただねお姉ちゃんがやっぱりやる気効果持ってないんで。あ合宿いけそうだな。ちょっと合宿ロックかけよう。もうこれ、え知恵の輪ちょっと待っていいよ知恵の輪とか。あらしまるいいやとりあえず。じゃあこれで一回これでなんとかしよう。ルナちゃんおでちゃん、まあ、3人いるからこっちにしよう。コツ伸び。スポーツ科学。激流川下り。バント封じもういらないです。嵐丸ここまだゼロか。怪我率じゃあちょっと回していこう。ちょっと待ってね少し。10個になってきて10個はなんか不安なんだよね。かといって伸び取ろうも。他重くなってきたねやっぱり。そろそろ重くなってきた。緊急登板とかも取っちゃうか。技術が足りてないね。怪我しに来た取ろう。もう2回取っちゃおう。悪球打も取る。あーでもなクイックがあるからね。まだ意外性もいくか。あとはちょっと技術不足か。ブロック取ろう。気分屋はさすがにちょっと投手は危険だ。絶不調になったらマジで終わるからな。コツ対強打者知恵の輪。電池7個。よしだいぶ補充できたな。でこれ1回目はもうしょうがないんで体力を削られて、まあ1人とか2人だからね。これは休もう普通に。ただちょっとプレイミックスの方で狙いたいは狙いたいんだよね合宿を。あ来た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 。寝ようこれで。チュンチュンは来なかったか。よし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 
さらに1人2人ちょろ回しをするか。1回全部外そう。神高は一応ロックしておくか。2回くらい回す。コントロール急速急速できてるか。投球の真髄とかな、まあ、100点に入るっちゃ100点に入るんだけどね。あ、ここ3人いるんだ。嵐丸はやっぱりでも加えておきたいよね。誰だ、お姉ちゃん嵐丸か。急速急速コントロールコントロール変化球変化球、あ、もう嵐丸はもう変えざるを得ない。変化球変化球でしょ。あ、ちょっと待ってね。急速急速コントロールコントロール変化球変化球、あ、まあ、今回はもう2つは無理だね。急速よし来たー。でなんかひらめきが発動してんね。よしこれはやろう。これでまあ、お姉ちゃんは本家本元だしね。筋力ボーナスがついてるんで空気椅子。お、これはこれはコツをもらっていきましょう。いいね、神高くんいいよね。俺もわりかし中二病だからね、こういうの大好きっす。3人か、どうする。コツもあるのか。4人とかね、なかなか来ないからね。そもそも来ないっていう可能性があるから、打たれ強さじゃあ取っちゃおうと。で強打者もいけるよね。強打者強打者よし取って、だいぶ取ったな。だいぶ取ったなって言ってもまだあるか。ちょっとブレインミックス次第だな。ちょっと待ってね、もう訳が分からん。急速これだけか。あ、変えようもう。うわ、こういう1回目で揃わないとね、誰かが悲しいんだよね。いや来ないね、ちょっとマジで来ないね。いや、せめてダブルタック、よし。スリータックが来ないとちょっと。変化球変化球変化球とかいいよ。神高マジで頼むぞ。なんか発動したからこれでいいや。使おう、もうこれはここで使っちゃいます。さあ気合を入れて練習していきましょう。筋力ポイント、投球の真髄、いくぜ。これはじゃないよマジで。まあ、これ100ポイントね手に入るからね。全然でかいはでかいんで。電池がちょっとね厳しくなってきたね。やっぱり体力は削りたくない。メンタル、うーん、まあ眉村と神高くんか。眉村はねまだちょっと脱三をもらってないんでね、脱三振を。技術がねやっぱり足りないんで、ちょっとこれはまあ回復しつつ、ちょろ回しするのも今厳しいんだよね。ボールジャグリングか、悪くないね。50入るからね。これはちょっとボールジャグリングを狙うか。いえ、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、マジで待って。コントロール、急速かコントロールが来ればとりあえずいいのか。よし、弓道で我慢しよう。あと2ターンでシャッフルか。キレ、あ、キレも敏捷ポイントを使うんで、コツは掴んでおいていいでしょう。2人だね。少し街道行こう、取ろう。うわ、ちょっと待って、技術97か。筋力だけだったらな別にいいんだけどな。技術を大量に使うっていうのかな。ハイスピンジャイロもな、やっぱジャイロボールは欲しいな。いやー厳しい、ちょっと厳しいよね。で今どうなってんだっけ。あー、こういう感じになってんのか。眉村の球速、で嵐丸を変える。
コントロールコントロール急速がだって2人3人必要なのか、いや難しいなこれは。サバイバルゲームを狙うか、いやちょっといいや、これちょっと電池残しとこう、電池は残します今回で。眉村くんとコントロールに大量に揃ってくんないかな筋力ばっかり保ってくな。でなんだかんだで5月か、とりあえず乾電池の50、あこれはもうさよならさよなら、付き合わない、お前なんかに付き合ってられっか、俺は俺の道がある、調子安定、コントロール2人、2人か、10個ね。さらにそこから焼き術が本当に厳しいよ、技術知り上がり30くらいか、もうたくさんとか90使うからな、要所30くらい、安全圏とかも30くらいだったらしょうがないか、チャンスね、臨床が余ってるっちゃ余ってるからパワーヒッター取るパワーヒッターでも技術45も使うといえば使うのか、初級とかね、逆境か90ね、守備職人80も使うかな、そもそも。ラッキーセブンか、ラッキーセブンいいね、競争心、盗塁アシスト、精神が今度は厳しくな、接戦よし、これにしよう。でここはちょっとちょろ回しをどうする、コントロール、ルナちゃんそもそも来てないのかな、ちょろ回しをする、何かは揃えたいね、せっかくやったんだから、日の輪くぐり、いやコントロールにはしたいからな、ほいほいほいと、やっぱりこれでもう一回回すか、なんか来た、ゴミ拾いすっか、いやほんと投手は電池不足に陥る、脱三振、これはもう脱三振取ってこう、技術大丈夫か、足りてるか、ただゴミ拾いで精神がかなり手に入ったな、かなりって言っても30だけど、もう一つ精神揃えたいね、あーここは嵐丸か、悪くないんだよな、ただお姉ちゃんもコツがあるのか、2人か、お姉ちゃんはやる気効果がないからね、これは悩むな、メンタルはこれ止めとこう、でメンタル止めて、もうメンタル止めよう、ここで、でメンタルコントロールになってもいいし、メンタルになってもいいしっていう感じだな、よしこれでいこう、メンタル、あれっていうかさ、絶叫マシーンって変化球なの、ちなみにメンタルって5個取るとどうなんの、メンタル5個、あタイピンか、あれ俺タイピンってどうしたっけ、取ったんだっけ、1あるから取ろうみたいな1あるから取ろうになってんな、あで経験点的にはどうなの、タイピン60ね、真夜中の基地肝試しって超怖そう、でこれでどうする、結局どっちにすんのよっていうところで、回復だな、やっぱ回復しながら経験点を持ってこう、もうデートもね終わっちゃったからね、これでただ精神系が取れるんじゃないか、ドリンクもねもう使っちゃってるからね、これは体力は大丈夫なんで経験点を狙いに行きましょう、よしよしよし、さらにそこから守備って言ってもな、だったらこっちダブルタックにしてもね、お姉ちゃんだからね、やっぱりお姉ちゃんっていうところがねあれなんだよね、ただしちょろ回しする価値はあるか、メンタルを1234、眉村か、どこだっけコツがあるの、変化球ね、嵐丸か、だったらっていうのはあるけどな、11個か、5月中6月に入って10個くらいは持っときたいよね、ちょっと精神系見よう、精神系の投資はちょっとあれだから、尻上がり取ろう、あとは脱散取るでしょ、技術が厳しくなってきたね、
要所もな、これそうなんだけど、安全圏いけそうだな。よし、これでちょっと電池を回復させて、嵐丸メンタルになってるからこれでまた精神が補充できるね。よし、3個補充完了。これさ、イベント的になんかあんまり進んでなくね。コントロールに2人か技術足りてないかな。ただ嵐丸だからね、回復量が違うんだよね。2人か14個か、チョロ回しはどうするか、精神かルナちゃんはちょっと変えてえな。コントロール、いや回復だな。寝るっていうのがやっぱり一番効率悪いからね。こういう時にだって4人とか来たら3人3人、コツあり、コツあり3人か。ただ誰も揃ってないからね。いや揃いに行こう。もう6月になるからね。メンタル休息来ない。メンタルか、休息系が来ないね。あー来た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 、よし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 、悪くない悪くない。まだ10個残ってる。なんか取れる？技術がないんだよね、技術が。マジでジャイロボールとかもなあれだしな。野手に走ろう、野手に。こういう時ね、あーパヒタか逆境、ただ90か。気分は無理。いやもうちょっと無理だねこれ。いやちょっと無理だわ。普通に練習するか。3人プラスコツだからね、クイックのコツが来る可能性があるけど、まあ、それはそれで電池の補充になるから悪くないんじゃないか。クイックでさ足りるの？そう、臨床ポイントが。これって疲れるんだっけ？どうだ、あ疲れるわ。で復活のコツを掴むときにあれなんだね、精神ポイントが手に入らないんだ。ルナちゃんが来てるね。ちょっとジャイロボールが遅い気がするけど、まあそれはそれでしょうがないとして、最後の最後よ、最後の最後にかけるんで、ハイスピンジャイロか。まあまずはちょっと復活取って、これでハイスピンジャイロって取れるの？あ取れるわ、取ろう。技術は完全になくなったけど変化球すら上げられない。よしで、コツを取りつつちょっと回復しますか。はい、ありがとうございます。さてさてさて、最後の電池よ、電池、最後の電池をどう使う。2人、あもう2人来てるわ。あーでもコントロール、コントロールか。神高ルナちゃん、神高ルナちゃんだったら神高ルナちゃんでもいい気がするんだよね。なんかこう2人がうまくばらけてんな。マジで4人とか来ないよね。あそこで3人を使っておいたのはまあ正解っちゃ正解だったのかな。最大値を求めるんだったらまああれだけど、一応ちょっと固められるやつだけ固めて13個使おう。前村くんも止めておこう。他は来てない。コントロール来ました。変化球揃いました。でこれで様子を見よう、どれが一番来た、どれが一番経験点をもらえるか、コツも含めてね。ちょっとやっぱ70ゲ、こっちすげえ。なんでだ、神高のやる気効果アップ。イザヨイルラじゃんって、なんだっけ、変化球変化球。いやちょっとそれだったらこれか、もともとだったら急速急速で止めておいてさ、なんか1個、だってこれあんまりいかないね。神高とルナちゃんが両方変化球キャラだからか。お姉ちゃんはね筋力ボーナスがあるからね、やっぱそれが生きてるっていう感じかな。じゃあ急速急速でいこう。急速急速でいくのを大前提にして、ちょっと待って、1回全部外して急速急速大前提の変化球で30入んのか。変化球に変えようやつらを。急速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 か
もういいやそれで。よく分かんなくなってきた、なんかシャキーンと。よし、筋力すんげえな多分おーい、ここでさっぱり分からん、マジで分からん、俺の脳みそじゃついていけん。あ、技術の方が手に入るんだ、いいね、それは嬉しい。ただここで体力を持ってかれる。んー、メンタル、アナシマルも誰もいないか。 12% ね、 12% とかもう今攻めるとこじゃないからな。で、あとはちょっとね、ここからやっぱり変化球1種類は厳しいから、変化球1種類厳しいからスライダーにしとく。スライダーに球速技術が足りない。次どうせ回復するんでメンタルをやっておきましょう。やる気は上がらないか。あらしまる、どうだ。これさ27も使うんだ体力、まあ、いいけどさ。ルナちゃん変化球にいるね。これはまあルナちゃんでいきますか。次どうする、なんかろくな練習がなければ遊んじゃおっか。あ、やる気が上がった、じゃあいいわさてさてさて、こっからよ、こっから。ちょっとブレインマッスル初回はサクッとでいいだろ、初回は。で2戦目からはあれだね、ピンちゃんでいこう。スタミナはちょっとじゃあ C にしておこうか。球速のもうなんか140くらい欲しいんだけどな。いっか。いや普通の高校生にしたら強いだろ、普通の高校生にしたらね。だって5のフォークとスライダーが投げられてるで球速140、全然いいでしょう青得がすげえな、青の特殊能力、まあ、タイピンもあるからね。フレーク振らない、フレーク、よし、1回から来てるかね出番が。とりあえず点を取ってくれた、ありがとうございます。ちょっとストレートを、おお入った、入れるつもりはなかったのに。外のストレート振らない、フォーク、やっぱりフォークだね、使いやすい。っていうかさ結構スタミナ減ってんな、まあ、5回だからそんなもんか。あれ俺復活持ってたよね、復活もしてくれれば投げ切れる気がするけど。おお、ナイスナイスナイス、初戦の滑り出しは悪くない。あとはどうしようか、みんなのやる気を上げるか。自分のやる気が下がってないからね。おいここに来て体力が誰もいない虚しすぎるからもう寝るしかないよねこれは。チュンチュンになんなかったね。一応コツが来てますと。カオルちゃんメンタルにね来てくれないと、ちょっとまた体力が厳しくなってきたんだよな。さてさてここはもう確実に行こう、確実に。ピッちゃん長くなっちゃうかもしれないけど、それはご容赦いただきたい。急速上げよう。悲しすぎる、そういや天才だったねこいつパワーチャレに登録されることはないと思うんだけど残念ながら。よしよし、どん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 点を取っていこう。こいつ何、パワー F のくせにフルヒッターなの、まあ、ミートあるからね。フルヒッターどうよ、フルヒッターどうよ、弾道が低いわ。大抜き感やっぱり弱い。しかしムードと勝利の星があるからそれなりにあれか。いやしょぼいわ。うわ待ってきた、待ってきてしまった。おお、モルコス君強いな、これはかなり危険だ。インコース低め空振り、ワンボールツーストライク、振ってくれ、追い込んでいます。次は5球目、振ってくれ、よし。左バッターボックスは8番、うわパワー8、第9
投げました。ジャストミートされたら終わるな。第2球投げました。インハイ際どい球ボール、強気で攻めてきます。カウント1ボール1ストライク。フォークって結構ずれるね、カーブルが。今更だけど。カウント2ボール2ストライクです。よーし。やっぱり天下の方向だね。回りすぎだろ。ここはなんとかしのきたい。ツーアウトランナー一塁三塁と。こいつ何？超突然だけど。SS とか。打ちました。あっと引っ掛けた。フレフレフレ。高め外れてもカウントツーボールツーストライク。よーし。空振り三振。こえへこいつマジで。なぜかバント丸だし。点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場。初球を打った。取ってきたか。佐伯くんだよね確かセカンド。こいつはフルヒットだ。点は欲しい。とりあえず第2球投げた。打ちました。いい当たり。ヒット。三塁ランナーホームに帰ってくる。大津大展開で迎える4回です。ワンアウトランナー二塁という場面で諸星。第1打席はセカンド打ちました。能見交代。セカンド取りました。これでセカンドか。能見さんは変わりません。低めストライク。変化球にキレがあります。見送ってストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。よしよしよし。これを振ってくれるとすげえ楽なんだよね。フォアウト1、3塁とかさ、もう最悪の状況じゃん、これ。どういう状況なのよ。ちょっとコンピューターのさ、ピッチング内容とか、見てみたいよね。何が、どうしてこうなったっていう、本当に。見送ってストライク。第2球、投げた。危ない危ない危ない。高めに浮いてしまった。オーケー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 。で、7番か。今日は三振と。君やるからな。第二球。まっすぐ見送ってストライク。三球目。おお入ったか。入れるつもりはなかったけど。ボール。カウンター2ボール。最後はとそう。よーし、やっぱり天下の方向だね。フォーク。もういいよ。今度ノーアウト。あそこピンチャンだからだ。佐伯。今日はここまで三打数1安打。一三振。しかも佐伯くんから回ってくるのか。佐伯くんっていうか佐伯ちゃんっていうか。投げました。高め。ストレートは。佐伯ちゃん結構嫌な特殊能力持ってんね。投げました。ペリシッターと内野安打。逆境粘り打ち。バッターは6番山根。今日4山根君はパワーヒッターだね。第2球。パワーヒッターかどうか知らないけど、パワーがあるってこと。あとはちょっと外でくれ。よしよしよし。で、諸星。チャンスメーカーなんだ。低め見送ってストライク。まずは決めてきました。投げました。2球目ストライク。一球一球に魂を込めて投げ込みます。マウンド上は熊谷。第4球をちょっと外そう一回くらい。スライダー。見送ってボール。抵抗カウント。打ちました。おっとこれは危ない。投げた。ストレート。よしよしよし。なんとか0点に抑えたな。奇跡的に。いやここら辺の調子が良くてもさ、また甲子園行ったらどうなるか分からんからね。カオルちゃん、嵐丸くん、ちょっと体力が少ないです。お願いします。お願いします。あ、でも 0% かまだ。やろうっと。結構ポイントもらえたね。嵐丸、無理か。これはもうちょっとメンタルだな。さてマッチエットか。技術がそれなりに1,2,3,4,5とほいほいほい。144街道技術だねやっぱり。うん、鉄腕とかはな、まあ別に今のところは必要ないし、まあ査定的にももう必要ないといえば必要ない特殊能力だからね。ボツ天才だからこいつは。よし攻撃一条から待ってきた。よしナイスだ。さすが頼れる手法だね。岡山くんこいつもなんか知んないけどそれなりに強い。本当になんか知んないけどだよな。第3球を投げた。コスカ、よし頭を落とした。能見君これはもう普通にアベレージヒッターいこう。第2球投げた。あ抜けるか抜けないか。ノーアウト1・3塁とかさ、ほんとやめてほしいんだよね。
簡単にストライクと追い込んだ。しかもさ、鉄砲塚君ってパワー B あるんだ。カウントワンボールツーストライク、低め空振り三振。先ほどヒットを放っているやりた第9初球によってストライク。投げた、なかなかの能力を誇ってるね、甲子園大会に出るから。ファールグラウンド、ボールを掴みました。ピッチャーじゃなくてキャッチャーの藤野君ってさ、どういう性能なんだろう。2球目からこいつはエレジヒッターバントか。投げました、ボール、カウントは2ボール1ストライク。ストライク、第5球、投げました、ストレートはボール。どうする、フォークで落とすか。やはり読まれてるけどしょうがない三振ワンパターンだからな、あいつは絶対追い込まれると。追加点のチャンスを迎えフォークを投げてる。成田くん、いよつかん一条から覚えたのか。一条さん、俺もやつかんになりたいっすみたいな。カウントは2ボール1ストライク。投球これから4球目、打ちました、切れていきます、ファール。第5球投げました、ヒット。おーし、よしよしよし、たまたまうまくいったな最後。いよいよ9回に入ります。ここでも復活発動してくれるんだ。復活があるとマジだいぶスタミナ残せるよな。やばい、いきなり打たれてしまった。しかも新倉くん連打持ちか。さすがにそういう場面では代打として起用されるね。カウントは2ボール1ストライク、打ちました。よし、あーはははゲッツーにはならなかった。3打数ノーヒット1三振。しかし後の奴らを三振で仕留めればなんてことはない。よしよしよし。バッターは6番鉄川、これが4度目のバッターボックス。投げた、インコース低めストライク。どんどん攻めていこう、強気で攻めていこう。 OK。 今のとこは悪くない、今のとこはね50か、それでも50か、こんなに頑張ったのに。変化球ね。あ、上高くんがいるからな、これはやろう。さて、あとは最後にカオルちゃんと嵐丸がダブルタックメンタルみたいな感じで来てくれると嬉しいんだけど。ブレインバス先制のピンチを迎えました。2アウトランナー2塁という場面で千葉、第2球、危ない球。もうビビらそう、とにかくこいつは出てくるんじゃないか。キレのある変化球、あれ今ボール球だけど取れないか。投げました、スライダー、よーし、空振り三振。そのまま試合が流れて先制のピンチです。5回か。ノーアウトランナー2塁という場面。さあ、ノーアウトなんだよね、やっぱりっていうのは。有村ってそれなりに能力ある。変化球、空振り三振。3球三振。有村、全くタイミングが合いません。初球はストライク、まずは入れてきました。ストレートはボール、カウントはワンボールワンストライクです。おお、際どい。自分で言うのもなんだけど、アウトコースよしよしよし。空振り三振、ピンチを連打。タイピンはね、やっぱりいいよ。タイピンは本当にね、いい特殊能力だよ。決まってストライク、タイミング合いません。投げた、見送ってストライク。次もう一回出そう、今度外に打った。藤野、余裕があります。掴んでこれでヒット1本しか打ってねえじゃねえかよ、こっちここだ。ブレインバス、ちょっと待って、大貫くんとか何者だこいつ。進藤に完全にやられてんな。センターフライに倒れています。第2球、投げた、低めのボール引っ掛けた。怖い、これはファースト間に合いません。ファールボール、これはボールでしょう。ここはよく選びました。カウントは1ボール2ストライクです。投げた、これは、おお、怖い怖い怖い。2ストライクです。第5球、投げた、打ちました。今のボールを、まあ、とりあえず進塁だとして、こいつ何なんだよ、弱すぎだろ。この1点をもう1回、威圧感、俺の威圧感を見ろやった、ナイス威圧感。振動が威圧されるとは。あ、これはしょぼいわ。またこの下位打線軍団か。なんとかするしかない、下位打線軍団で。なんともならなかった。スタミナが、スタミナじゃなくて、復活が発動してくれて、だいぶ余裕があるね。スタミナはもう全然 C でいいな。投げ切れる。ショートの後方フラフラ。
取りました。これで2アウト。ランナーは2塁か。最初は落とす。初球フォークを振った。少し迷ったか。高め。ボール。カウントワンボールワンストライク。外へ逃がす。3球目ストライク。ストライクになっちゃった。まあいいや。インハイの初球はボール。そして最後落とす。ボール2ストライク。オーケー。最後は切れ。ブレインマス。で、追加点のチャンスです。ワンアウトランナー。青井ちゃんか。場面で岡山。青井ちゃんもなちょっとな。投げました。危ない球。やっぱり打ちづらいからね、変化球中心だから。3球を投げました。入ってくる。入ってこないか。カウントは2ボール1ストライク。次が4球目。投げた。打ちました。これマリンボール。さすがだね。ノーミ君はちょっとミートを開いてアベレージヒッターでいこう。第2球。さっきあれか、犠牲フライ狙ってもよかったのか。矢部君だからね。三塁にいるのが。投げた。打ちました。いい当たり。センター前。よし、とりあえず点取っておこう。さあ、いよいよ最終回。この回のトップバッターは宮川。今日はここまで宮川なんだ。宮川君じゃないんだ。投げた。直球ストライク。アウトローへ。伸びのあるストレート。絶対こういう名前にちょっとさ、ちょっと間違えられる。え、君宮川、宮川みたいな。多分宮川って読む人の方。おお。打たれた。バッターは3番岸川。今日はここまで3打数。岸川君ではないよね。これはボール。カウントワンボール1。川が多いなここ。見送ってストライク。ワンボール2ストライク。追い込んでいます。ミートパー両方いいか。よーし。はい、見逃し三振。で4番。第9。さすがに4番としての能力はある。どっちかっていうと第3球をピッチャー系のチームだから。カウントは2ボール1ストライク。よしよしよし、4番バッターでもまあなんか SS とかそういうわけのわかんないやつはいないね。空振り三振、2者連続三振になりました。うわ、これはよーし、ナイスじゃん。ここは及びません。悪くない感じで進んできている。あとは最後、大西さん、憧れの大西さんと戦えるぞ。嵐丸、精神に来るんだ。嵐丸、気合を入れろ嵐丸。いや全然気合入ってないわこいつ。ここじゃないでしょ、ここじゃ。 40% はもう無理だから。アイテムとか何もないし、普通にこれはメンタルをしましょう。さあ決勝だ。いや、このゴーグルだっていうけどさ、嵐丸も謎のゴーグルつけてるよね、そういえば。それには興味ないのかな。これなんかすげえポコポコ打たれそうな気がするんだよね、ピンチャーにすると。変化球なんか上げられる ?115 じゃ無理か。じゃあなんかよ、なんか。クイックを取ろう。もう投手でいいでしょ、ここは。あー、鉄腕ね。取っとくか。要所、ほい。よし、OK。じゃあ決勝戦、臨みましょう。変わってっかな。まずは攻撃。ノーミ君走ったんだな、矢部が。あ、無理無理無理。早い早い早い、ストレートが。ただ一条に回せばやつがなんとかしてくれる。これはもうフォアボールでもいい。しかしノーミさんは打つ。 OK、 先制点。うわ、待ってスクリュー。よーし、さすが一条だ。ちょっとこれを。怖い。お、入った。あれ入ってんのマジで。投げた。一つ外したボール、大きく外れました。すげーギリギリだな。8番でこの能力がビンビンって、怖すぎる。やべ、追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー、もう前ならいける。やべ、初球から振ってけ、思いっきり振ってけ。投げました。これはちょっと、おお、バッター追い込まれました。これこそ第3球を、俺の選球眼として。うわ、無理だ。空振り三振。みんな謎の人たちが頑張ってくれたのに、下位打線が。さあ、追加点のチャンスを迎えました。西野くん、ノーアウトランナー一塁三塁という場面で、西野、おお、入れてくるね。投げました。ダメだ、これ蹴ってた。とりあえず点を取って終わり。ノーアウトのさ、もう本当にさ、厳しい。ミュートエースとか最後、最後高森か。これは外れます。
カウントは2ボール1ストライク。うわー持ってかれた。ちょっと待って、ヒットを放ちました。2番だからな。うわナイスナイスナイス、超運が良かった。今のはすげえ運が良かった。こいつらまポンポン振ってくんな。9球打ちか。ちょっとだけ深めに外すかと思ったけど、よーし。ピンチヒッターは深田。いやー第9大田丸低め外れても A の B 怖いな。インローに送ってストライク。投げた。高めのストレートは投げられないね。怖い。これは外そう。でも振らないんだよねここまで来ると。しかもよし危ない。ナイスナイスナイス。三者残塁。いや怖いわ本当に。この回の先頭バッターはオバラ。ハイボールヒッター。ヒット。オバラヒットを放ちました。オバラ早いの。バッターは6番宮田。今日4度目のバッターボックス。第2球投げました。打った流し打ち。よしゲッツ。オッケーナイスだ。ツーアウトランナーなくなりました。守備の人たちに助けられてるね本当に。投げました。ボール。大体さ7番バッターでさ E とか B とか A とかさ。投げました。インロー。何なのこいつら。一球一球に魂を込めて投げ込みます。カウント上は。よし打ってくれたやった。なんか試合もうまくいったな。優勝決めました。ただどうしてもね4人タック以上が来ないね。本当に来ないわ4人タック。こんなに頑張ってこんなに頑張って70点か、まあ、いいけどさ。でこれで内野手の点数を超えられるかどうかなんだよね。これでまあそこそこのさ点数だったらさちょっと内野手でやった方がいいかなって思っちゃうよ。まあ復活があるから先発にしとく。でルナちゃんのエピローグポイントってどんなんだったっけ。悪くはない悪くは。7300か。どうすっかな俺野手でやろっかな。やっぱりこれだって試合がこんだけうまくいってたもんね。なんとなく B にしとこう。あとはちょっと球速を上げられるところまで上げて。ああちょっと待ってね。あれよ街道よ街道、せっかくだから取ろう。で変化球はもう使い道がないから特殊能力ももう取れないね。これ火消し。リリーフ登板するとリリーフじゃねえかんな。じゃあやっぱりまずは急速に打って、あとはスタミナ。よし。右上が光ってるね黄色にオレンジまちょっと悲しいけどこの子もボツで、ま最後のあれは更新はできてないと思うけど見るだけ見ますか。多分パーセンテージはねそんなに変わってないからね。特攻キャラボーナスで5200。とまあこんな感じですね、まあ、試合がこれだけうまくいってっていうところだからね。どうしようかな。やっぱり俺は内野手で進めていこうかな。もうちょっとだけね神楽坂くんとか入れられればもしかしたらっていうところはあるかもしれないんですけれども、ちょっと自分は当分、内野手でやっていこうと思います。まああと普通にねお姉ちゃん手に入れたので、まあお姉ちゃんとルナちゃんと眉村を入れて、走者釘付けのねキャラもいつかは作っていきたいと思いますので、まあ、それはそれでかなり楽しみですね。てかマジでお姉ちゃんは超嬉しかったんで、というところでじゃあ今回はこれで終了したいと思います。はい最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。